こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百剣山の実況を始めていきたいと思います。今回はですね、影打ちのボイス集となります。コメントで要望を送っていただいた方、ありがとうございました。今回はその方の要望に沿ってちょっとですね、ボイスの方を一通り聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ですね、じゃあまずは長曽根小鉄さんからいきたいと思いますので、どうぞお聞きいただけたらと思います。闇を切り裂き、いざ咲き誇る天下百剣山。よう、今日は何ぶった切ればいいんだ。マガツキはどこだ。暴れたくてうずうずしてんだ。たっぷり切った日は酒もうめえってもんだ。夜襲にでも備えてんのか。だったら俺に切らせろ。俺をほったらかせた、いい度胸じゃねえか。ああ、なんでもねえよ。そんな、そんな、なんだ、殺されに来たのか。俺にひざまずきに来るとは感心だな。お前といると暴れやすい。それだけだ。戦闘だったら俺も連れてけよ。絶対だぞ。おめえもやっと俺の力が分かってきたか。俺は特別な存在ってやつに慣れてんのか。ああ暇だ。マガツキはまだかよ。わざわざ俺のとこに来るた物好きだな。てめえなら歓迎してやらねえこともねえかな。触んな雑魚野郎。やめろ、なんかゾワッとする。今日だけ特別だぞ。調子に乗ってんじゃねえ。変態か。変態だなてめえ。びっくりすんだろ。よし、死ね、今死ね、ここで死ね。その手いらねえみてえだな。バカ野郎、アホ、ボケ、ド変態。ちくしょう、好きにしろよ。もう一回やったら殺す。これが特別ってことなのか。責任取れよ。だったらいいぜ。選ばせてやるよ。どこからそぎ落とす。暇だ。暴れさせろ。やることねえなら酒でもよこせ。俺が小鉄、長曽根小鉄だ。雑魚姉貴は目じゃねえ。マガツキだろうがなんだろうが全部ぶった切るだけだ。俺こそが長曽根小鉄。そこんとこよーく理解しやがれ。あなたなんて死。はい、では影打ちそぼろすけひろさんに移りたいと思います。同じく、一通り、ボイス聞いていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。闇を切り裂き、いざ咲き誇らん天下百剣山。私様なら準備万端よ。しょうがないかな、ついて行ってあげるわ。出撃？お風呂の後でね。こんな時間に呼び出すなんていけない人ね。あなたなんて知らない。疲れた、もう何にもしたくない。はい、ワンちゃん、お座り。なに、頭なでなでしてほしいの。待って、まだおめかしの途中よ。ちょうどよかった、椅子の代わりになって。あら、また私様に会いたくなったの。別に待ってなんていなかったけど。あなたも暇ね。あ、やっと来た、遅い。あ、明日もまた来るわよね。気安く触れないでちょうだい。あら、そんなに興味あるの。ダメよ、くすぐったいでしょね。しょうがないわね、特別よ。触りすぎよ。嫌じゃないけど。お板をするのはこの手かしら。え、びっくりした。ほーら、どこ触ってるの。こんなこと私様にしかしないわよね。
負けたわ。好きにしたら？踏みつぶしてあげるからそこにひれ伏しなさい。私様を放っておくなんていい度胸ね。暇だわ。ねえ、何か面白いことやって。私様はそぼろ助ヒロ、神羅万象で一番ゴージャス。みんなまとめてひざまずかせてあげるわ。私様こそが最も優秀で最もゴージャスなのよ。私を放って。はい、では影打ち推進島佐秀さんに移りたいと思います。ではもうどんどん行っちゃいたいと思いますので、どうぞご覧じゃなくてごお聞きください。ごめんなさい。闇を切り裂き、いざ咲き誇らん天下百剣ザンモーリン。早速始める？遅い、さっさと支度しなさい。何をやる気出しちゃって。付き合ってあげるけど闇に紛れて出陣？いい心だけじゃない。私を放っておくなんてどういうつもり？休息も大事よ。合理的に考えなさい。シッタン、座ったら？時間あるんでしょ？休んでいけば？遅いのよバカ。来ないかと思ったじゃない。何を勝手に入ってきているの？ボーリン、話し相手になりなさい。二人きり？別に言われなくても分かってるけど。面白い話でもしなさい。カムヒア、隣に座らせてあげてもいいわよ。どこに行くの？あなたはまだここにいるの？ドンタッチミって、あったかいのね。わからないのよ、こういうの慣れてなくて。ゲロウェイ、なんだろう、嫌じゃないかな。怖い。どうして？ドキドキする。切られたい？デリカシーって言葉知ってる？もうどこに興味示してるのよ。もう私以上に好奇心旺盛ね。変な声出ちゃったじゃない。そこはダメなの。ドンタッチミ。この変態。まさか私に興味をなくしたわけじゃないわよね。何か面白いことでもあるの？私にも教えなさい。私こそが三剣の完成形、推進士正秀よ。 So stupid。 みんなバカばっかりね。誰が一番優秀か証明してあげるわ。なんとも。はい、では影打ち久慈金田さんに移りたいと思います。ではどうぞしたいと思います。闇を切り裂き、いざ咲き誇らん天下百剣ザン。ずいぶん早いね。別にいいけど。行くの？用意する。どこへ連れて行ってくれるのかな。起きてたよ。寝てないよ。別になんとも思ってないよ。ふん、疲れた。しばらく布団から出たくない。今日は晴れてるね。晴れでも雨でもどっちでもいいけど、こないだの話の続き聞かせて。君、目の下にクマができてるよ。ちゃんと寝てる？こっそり仮眠してていい？暇。あやとりでもする？ねえ、髪とかしてくれない？身だしなみ。面白い話して。今日は折り紙を用意してみた。暇つぶししよ。僕と一緒にいて楽しい？それならいいけど。急にどうしたの？好きにしたらいい。下手に遠慮されるとこっちが照れる。君、何が狙い？別にいいよ。優しいんだね。その手をどけて。そんなとこに興味あるんだ。びっくりした。別に嫌じゃないよ。なんでそんなとこ触るの？変な感じ。服がシワになっちゃうでしょ。その手切り落としちゃっていい？静かだな。
もうこのままでもいいかも。分かってるよ。君も忙しいんだよね。はいはい、よろしく。あ、名乗った方がよかった。藤金さだ。やれる範囲でやるよ。うるさい。そんな大声出さなくても聞こえてる。無理して僕に関わることないんだよ。私をほっ、はい、では最後ですね。今のところの影打ち最後、青木金本さんのボス集となります。ではどうぞ、ね、お聞きください。闇を切り裂き、いざ咲き誇らん天下百剣斬。私より寝坊するなんて許されないわよ。もう準備は万端でしたよ。遅いわよ。さ、行きましょう。こんな時間に私を働かせるの？私を放っておいてどこへ行っていたの？もっと心から私をいたわりなさい。私と同じ空間にいられること光栄に思いなさい。今日は何をしていたの？なぜだか不思議と落ち着くのよね。暇だわ。何か芸を見せて。隣に座ることを許可します。今日面白いことがあったのよ。聞きたい？聞きたいわよね。そこは私の席よ。譲りなさい。はあ、今のはあくびじゃないわよ。私が目の前にいるのよ。よそ見をしないで。無礼だわ。もうそんなに夢中になることなの？特別に許可するわ。誰の許可を得て触れているの？私に触れるなんて光栄に思いなさい。お仕置きが必要ですね。これが人のぬくもりなのですね。お待ちなさい。心の準備が。そこはダメです。許されないことだわ。ダメよ。覚悟はできていまして、私よりも優先することがあるとでも言うの？お父様、どこで何をしているのかしら。私こそが青木金本。無造無造とは格が違いましてよ。ひれ伏して迎え入れなさい。高貴な私が格の違いというものを見せてあげる。さあ、私のために喜んで働きなさい。はい、以上となります。自分でこう実況としてですね、こう、そうですね、ボイス集を聞いているとですね、やっぱり影打ちってすごいこう性格的にもね、偉く、特徴がやっぱりこう分かれてるなっていうのが改めて分かった感じがしますね。皆さんはどのボイスが一番好きですかね。また良ければ、教えていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。